にお聞きされる方、どうぞで危険になりますので、マシンの方を移動していただければと思います。かなり筋力を。
瞬発力も結構あるんですよ。みんな大体の仕方で行くんですね。行きますね。大谷さんも行けるんじゃない。
見えませんね。そうですか、さすがに。さあ、深夜です。藤原深夜選手、マシンを乗り換えての初めてのチャレンジですね。前年の時はちょっと路面がウエットだったんで、そうですね、だいぶ条件悪かったでしょ。今日はね、かなり雪が降ってて、タイミング合わせやすそうですね。選手がまだまだ知らんわ。惜しい。
左じゃないですね、左側、左側。